クリスチャン・デ・ムーロは、イタリア出身の騎手である。兄は、日本中央競馬会所属のミルコ・デ・ムーロ。姉は、元騎手で現在は調教師のパメラ・デ・ムーロ。父のジョバンニもいとこも、元騎手であるという。デビュー前に、兄、ミルコの関係者として、2003年のサツキ賞などで、3回の、来日経験がある。12歳で乗馬を始める。2009年に、 イタリアでデビューし、その年は45勝。翌2010年には153勝で、一躍リーディングジョッキーランキング2位となる。2011年に1月7日から3月6日までの、地方競馬全国協会の短期機種免許を取得。船橋の川島正幸旧社に所属する。1月17日の船橋第7レースで、地方競馬初起乗。 同日第8レースでの初勝利も含め、デビュー当日に2勝を挙げ、日位通算200勝の表彰を受ける。1月19日の船橋記念で、地方重賞初起乗。2月12日には、東京競馬場に遠征し、第7レースで、日本中央競馬界のレースに初起乗、クイーンカップで、JRA 重賞初起乗を果たしている。 3月4日までに25章を上げ、3月7日から4月6日までの短期免許を取得していたが、イタリアに帰国していた際に、日本で東日本大震災が発生。浦和大歌賞の追い切りに合わせて、再来日の予定だったが、免許期間中は南関東公営競馬が開催中止になったこともあり、再来日することはなかった。イタリアでは222章を上げ、 初のリーディングジョッキーとなった。免許期間中にはミルコも JRA 短期免許を取得して来日しており、2月2日に大井競馬場で行われた TCK 上酒月では初の兄弟対決が実現した。後の東京遠征時の2レースでも兄弟揃って起乗しており、3戦ともミルコが先着している。イタリアでは263勝を挙げ、2年連続で リーディングジョッキーとなった。2012年に JRA 短期免許を取得。初日に2勝を挙げ、1月29日の京都品場ステークスではドナウブルーに起乗して来日初重賞勝利を挙げた。4月9日から4月23日までの短期免許も取得したが、開催2日のみ起乗して帰国している。2013年は、 アメリカ合衆国のガルフストリームパーク競馬場で起乗した後、JRA の短期免許を3ヶ月間取得。大賀賞では、前日に落馬負傷した丸山元気に代わり起乗したアユさんで勝利し、GI 初制覇。2着のミルコと共に、JRAGI 史上初となる兄弟騎手によるワンツーフィニッシュを決めた。また、 乗り換わりでの大賀賞勝利もグレード制導入以降、初であった。2014年2月1日から3月5日までの期間で JRA の短期免許を取得。最終日の3月5日、ワイルドフラッパーでエンプレス杯を勝ち、地方交流重賞初制覇を果たした。2016年、ラクレソニエールに起乗してプールでセデプーリッシュを制覇し、 フランスでの GI 初制覇。ドーマとのコンビでは、ディアム賞も戦死、無敗でのン馬2冠を達成している。2017年、ホープフルステークスをタイムフライヤーで勝利。翌2018年には、阪神ジュベナイルフィリーズをダノンファンタジーで勝利した。2020年、第99回外戦門賞をソットサスで初制覇。ありがとうございます。